3期連続やな。39歳トップセールスマンのパパがある日突然、やはりご主人は若年性アルツハイマー型認知症だと判断しました。ちょっと待ってください。ココナッツオイルとイワシの缶詰、認知症にいいんだって。とにかく何でもやってみよう。おパン、お客様との約束どうなったんや。え、もう営業は無理かと。出してきたんだ退職届。え、認知症って診断された日から全て変わったんです。何かあったらって夫のこと一方的に何もできないみたい。妻には本当に感謝しています。でも私だってできることがある。パパのお世話全部してあげる。自分でできることは自分でしてもらうの。困ったことがあったら周りの誰かに支えてもらえね。認知症になって再スタートできたのかもしれない。諦めない人生のね。優しさに満ちた希望と再生の物語。何があってもずっとそばにいるから。オレンジランプ